マモルもセムルも黒金の浮かべぬしのぞたのみ。ゲレ、ナオレ、皆様、ゴンヤマトです。立憲が、国民民主、共産、庶民各党と国会運営で連携するため開いてきた野党国会対策委員長会談を取りやめるんだって。野党共闘の悪いイメージを払拭とか？ああね。批判しかしないから、イメージを変えたいみたい。うん。でも、泉健太代表は、8日、中の国への非難決議を臨時国会で採択しなきゃ、今後も必要性を訴えていきたいって、まるで保守派みたいじゃない？自民党が、おかよくさんに見えるわ。キッシーはぼやぼやしてるから。ですよね。立憲にこれをやられちゃ、キッシーもおしまいですね。それでは今日のニュースです。国民民主党、憲法審査会で、与党側の会合に参加しました。国民民主党は、これまで、野党側の幹事懇談会に出席していましたが、今回、初めて、与党側の懇談会に出席しました。ちょっと失礼します。憲法審査会とは、ここにいる皆様、よくご存知だと思いまちゅが、憲法改正の流れは、こうなっていまちゅ。憲法審査会では、憲法改正に関する改正案の審議、発議などをすることになっており、憲法改正をしたい場合には、まず、憲法審査会に改正内容を提出し、話し合いが行われ、委員の過半数が賛成し、その後、本会議で、3分の2以上の賛成を得て発議され、国民投票をするという流れになりまちゅ。まだ、この第一段階が、やっと進んだという感じで、まだまだ先は長いでちゅうや。憲法改正に向かって、国民もよく勉強しまちょう。ここで、各党の主張を見てみましょう。衆院憲法審、自民の決断焦点、改憲論議の進展。玉木氏は、会見で、憲法改正について、議論を深めていこうという立場だ。審査会を開くな。議論をするなという勢力とは一線を画していきたいと述べました。今後の憲法審査会の運営に影響を与えることになりそうです。野党筆頭幹事の立民の奥野総一郎衆院議員は、議論は積み重ねていく。与党筆頭幹事を務める自民党の新藤義孝元総務省は、志を同じくする方と、違う考えの方がいる。双方がしっかりと歩み寄って、議論をすることがとても重要だ。これまで進めてきた運営を大事にしながら、より積極的な開催を求めていく。維新の馬場氏は、国内外の課題を考えた場合、憲法改正は、非常に重要になる。国民投票で、改憲の賛否を判断する国民に、どの憲法項目を、なぜ、どのように改正するのかを知らせることが、我々の最大の責務だ。立民が憲法審をやらないということであれば、立憲主義の標榜はやめてほしいと牽制した。維新幹部は、先の衆院選を経て、改憲に、前向きな勢力が圧倒的多数を占めている。あとは自民の決断次第だと強調。立民が態度を改めなければ、立民抜きでも開催すべきだと訴えた。ネットの反応では、立憲計算の難癖にこれ以上付き合う必要なし、立憲計算党は、変わらない、変われない政党で、本家計算党と同じですからね。憲法を遵守する、審議にも応じない、と主張している党の思想の方が、もっと危険。天皇を国家元首にするとか言っているうちは賛成できないというおかよくさんもいましたよ。国会中継では、良い、大企業と軍事費に費やす費用が大盤振る舞い。この人も、防衛費と呼ばずに、軍事費と呼ぶんだね。小西博之。私は、この度、
参議院憲法審査会の野党側の筆頭幹事を拝命いたしました。憲法審な。まず、取り扱いべき課題は、国民投票法の CM、ネット規制。それらの改正がなされない限り、改憲発議は許されない。馬場伸幸。今国会は、改正議論が軌道に乗るか。重大な試金石。憲法論議が停滞してきた要因は、オールド野党の必要な妨害と、やるやると言いながら、本気度が疑わしい自民党の優柔不断に尽きる。最終的に決めるのは主権者。反対は自由だが、論議の封じ込めは許されない。と憲法改正についての発言が聞かれました。論議は相変わらずですね。だって、九条信者ですからね。ところで、新藤義孝さんは皆さんご存知だとは思いますが、栗林中将の馬子様ですよ。世界の状況を見ると、憲法改正待ったなしですよね。本当は頑張ってほしいです。ちなみに、泉は、料理に遠慮して、憲法改正に歯切れが悪いそうですよ。やっぱりね。では、ニュースを簡略にお伝えするニュースフラッシュです。ニュースフラッシュ。香港では、3日間で、3件の未確認飛行物体、UFO 事件が目撃されました。一般の方が、九龍湾上空に、青、緑、白の明るい光を放ち、航空で1時間以上もホバリングしている未確認飛行物体を撮影しました。香港オリエンタルデイリーニュースによると、8日午前6時頃、クントンの温帯エステートに住む一般人が、九龍湾の上空を1時間以上にわたって飛行している未確認飛行物体を撮影しました。サウスチャイナモーニングポストは、安倍首相が台湾に対する発言をした後、中国国系山東のホア・チュンビン外相が1日、中の国日本大使との面会で、日本が台湾問題に対してこのまま続けば、中の国系山東が日中関係を再考するかもしれないと脅したと報じた。再考をお願いしたいですね。インド洋北西部で大量の中の国漁船が巨大な新しい網を使って乱獲されたマグロを違法に漁獲しています。インド洋の公海上における中の国のイカ釣り船の数が2016年から6倍に急増し、年々増加していることが分かりました。かなりの数の中の国漁船が暗闇で漁をしているため、漁業活動の監視には大きな困難が伴うとのことです。小山とくんの癒しコーナー。僕はレッサーパンダ。今日も僕を見に来るお客さんのため頑張るぞ。わあ、飼育員さんびっくりさせないでください。びっくりしすぎだちね。米の国とオーストラリアに続き、英国、カナダも、来年の北京大きい運動会の外交をボイコットしたことに、誤った行為に代償を払うことになるだろう、途中の国が記憶。対応を明確にしていない日本に対しては、中の国は、東京大きい運動会の開催を全面的に支持した。今度は、日本の基本的な真理を示す番だと、牽制してきたわ。ああ、完全に、キッシーが、肉まんの顔色を伺っているのバレてますよ。欧米が来なくても大きい運動会は開催されるって言ったのですから、日本が来ようと来ないと北京五輪は成功裏に開催されるはずですよ。キッシーはしっかりしてくださいね。本当ね、小山とくん。日本に悪いことする人はヤマトがズッキュンしちゃうぞ。ではでは、また動画作成いたしますので、よかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。